南極の雪から採取された流星人。地球の大気に突入する前は微小隕石であった。微小隕石とは非常に小さな隕石を言う。宇宙空間に存在する岩石の小片で重さは通常1グラム未満である。地球の大気を通過して地表に到達する過程で残った破片が流星人である。微小隕石とは非常に微細な岩石あるいは 好物のかけらである。より大きな岩石や岩石の塊が砕けて生じたもので、そうした岩界はしばしば太陽系の誕生まで遡る。宇宙において微小隕石は極めてありふれた存在である。こういった微小な破片は宇宙風化作用を引き起こす、重たる要因の一つである。月の表面に衝突すると、それによって生じた余裕、蒸発で、 レゴリスが暗くなるなどの光学変化が引き起こされる。より正確に微小隕石の個数を把握するために、数多くの宇宙機に微小隕石検出機が搭載されている。1957年、ハンス・ペーターソンは地球に落下する宇宙人の直接観察を行った。同類の観測では最初期のものであり、1年に2430万トンと推定した。 これが事実であればそのゴミを除去する侵食作用にも限りがあるため、月は非常に暑い層に覆われることとなってしまう。1961年にはアーサー・シー・クラークが自身の小説、乾きの海の中でこの可能性を広く知らしめた。これは月面上陸を試みる人々の間で懸念材料であった。そのため、 この問題をより詳細に把握すべく新たな研究が相次いで行われた。こうした研究の中で微小隕石の頻度や月面のゴミを直接計測するために設計された宇宙機も何機か打ち上げられた。その結果、頻度は初期の見積もりよりも大幅に少ない年間1から2万トンであることや、月面は比較的しっかりとした岩盤であることなどが判明した。 十分に小型の微小隕石の場合であれば、地球の大気へ突入するときに、さほど熱を帯びることはない。そういった航空飛行機の破片の収集が始まったのは1970年代であり、それから清掃圏で集められた惑星間ゴミのサンプルは、地球上の研究機関で研究に利用できる重要な要素となった。流星人は宇宙開発を行う上で重大な脅威である。 軌道周回状態の宇宙機との相対速度は秒速 10km であり、微小隕石の衝撃への耐久性は宇宙機と宇宙服の設計者に課せられた設計上の大きな難題である。微小隕石は小型であるため生じる損傷にも限りはあるものの高速の衝撃により宇宙機の外部ケーシングは砂嵐にあったかのように絶えず損傷していく。 これに長期間さらされると宇宙機システムの機能に異常をきたす危険性がある。秒速 10km の極めて高速な微小物体による衝撃は現在終末弾道学の研究範囲である。人工衛星のような宇宙空間に長く留まる物体にとってはリスクが特に高い。テザー推進、軌道エレベーター、軌道飛行船などの低コスト推進法を考案する。 上でも重大な機械工学的難題となっている。ありがとうございます。